伊達吉には江戸時代後期の大名。道の区国仙台藩の第十三代藩主。伊達氏二十九代当主。藩には正四位下、左小野江県中将。文政八年九月六日、第十一代藩主。伊達人志義の二男として誕生。母は即室、山本氏。幼名は、城三郎。文政十年に父、蔡吉が死去した際には、 上三郎はまだ幼少であったため、一門の留立家から西国が第十二代藩主に迎えられている。天保八年に西国が姉と婚礼を挙げると同時に、その養子師となって、意味名を、ことぶき村と称した。翌天保九年には十二代将軍、徳川家吉の返旗を賜って刑事に改名。天保十二年に西国が二十五歳で死去すると、 伊達宗家の家督及び、道の区国仙台藩主を継いで、十四位少将に除任され、むつ守るに任官される。家営四年に十四位下中将に、安政六年には、正四位下中将に昇進。また、藩主就任後から間もない天保十四年には亡き際、国の一時をとって、吉国に改名している。十九世紀初頭から、仙台藩は幕府から、 えぞ地の経営を命じられていた。これは、道のく合図藩やでは国省内藩などの東北諸藩も同じであったが、特に仙台藩の担当範囲は、最も広く、江戸ルフ島、国知里島などの千島列島にまで及び、吉国の第二は全えぞ地の3分12程度まで拡大していた。この現野の経営に要する費用は莫大で、犯罪性に重くのしかかり、吉国は、 経営地の一部を仙台藩領に組み込むことを幕府に求め、許されている。慶応四年、母親戦争に際して、仙台藩はいわゆる奥上え連藩同盟の名手として、二式のお旗を掲げる、薩長軍と戦ったが敗戦し降伏。仙台藩は全領土を没収され、吉国は養子の総圧氏と共に、江戸へ連行され、地位等を減じられて、 近親兵門を申し渡された。同年末、四男の亀三郎が仙台藩二十八万国に減報された上で、家督相続は許された。明治七年七月十二日死去。去年五十、駒込の再福寺に葬られた。葬儀は、いわゆる新葬祭によって行われたため方法はなし。明治二十三年四月、伊達家の祖病がある仙台の大都寺山に、 改装された。文級から、現時の頃の江戸武漢に掲載される家臣や、主要役職者は以下の通り。なお、職名は、江戸武漢の掲載の職名であり、実際の職名と違う場合もある。また、一門や武行など過半球に項目名が振られていないので、職名で保管した。一門、武行など、年寄り、用人、白子。ありがとうございます。